こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、脱おじさん大人の半袖コーデ、これが正解というテーマでお届けをしたいなと思っています。半袖シャツってすごく便利なアイテムだと思うんですね。夏といえば T シャツを着る機会が多いかなと思うんですが、 T シャツってめちゃくちゃカジュアルに見えてしまうんですが、一方で半袖シャツはもちろん半袖なので一定のカジュアルさはありつつも、襟がついているので適度に綺麗に見えるので、大人世代には結構使い勝手のいいアイテムかなと思うんですね。一方で半袖シャツって結構休日のパパとかおじさんが着てる印象が強くて、なんかこういまいち垢抜けて見えないんだよなと思ってる方も少なくないかなと思うんですね。ということで、今回はそんな半袖シャツをですね、使いながらどんなコーディネートをすればいいのか、どういったものを選んだ方がいいのか、一方でどういったものを選ぶと失敗しがちなのか、このあたりまでしっかりと解説をしながら、トレンド感を程よくミックスしたような大人の半袖コーデをですね、皆さんにしっかりとお伝えしたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。僕自身も半袖シャツはかつてはあんまり好きじゃなかったんですね。どうしてもイメージ先行でスタイリッシュなイメージがなかったんですが、ここ数年ですね、トレンドアイテムの一つとしても半袖シャツはよく使われるようになってきたので、ぜひ皆さんもですね、改めて半袖シャツというもののイメージを刷新して、今年の夏は存分に使い倒していただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの業をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まずはですね、半袖シャツの NG 例から皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、僕もですね、こういう格好をすることはないのですごく新鮮で、向こうに鏡があるんですが、あそこに映ってるのは僕なのかちょっと疑わしいぐらいですね、ちょっとしっくりきていないんですけども、一周回ってみますね。こんな感じです。よく休日にですね、ショッピングモールで見かけることが多いようなパパの姿を再現してみたわけなんですが、このような半袖シャツがなかなかですね、コーディネートが難しいんですね。まあ、いくつかポイントをお伝えしますと、半袖シャツなんですけども、まずはサイズ感ですね。割とですね、ジャストサイズに近くて、細くもなければ太くもないというような定番的なサイズ感かなと思うんですね。これがですね、従来の半袖シャツで、かえっておじさんっぽく見えたりだとか、今っぽく見えないので、サイズ感はですね、ちょっと緩めにした方がいいんですね。なのでサイズ感の違いは後ほどしっかりと比べていただきたいなと思います。袖の長さとかも大事で、これ関節よりもですね、結構短めになってるんですね。腕の露出が結構多めになってくると、これまた子供っぽく見えてしまうので、袖の長さというところもぜひですね、比べていただきたいなと思います。そしてなんといっても最大のポイントは柄ですよね。この柄が入ることで、どうしても子供っぽく見えてしまって、自分の見た目とのギャップがですね、激しいと、いまいちこうしっくりこないということが起きてしまうので、柄物はちょっと避けた方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、チェック柄って、こう、無地に比べると、なんとなくおしゃれに見えがちだったりするんですけども、実際に着てみると、合わせが難しかったりだとか、子供っぽく見えてしまったりだとか、ちょっと難しいポイントが多いのかなと思うので、ここは潔く無地で選んでいただくといいのかなと思います。まあ、このような着こなしに毎回出てくるショルダーバッグですとか、あとはベージュのチノパンだとか、まあシンプルなですね、こういったキャンバス系のスニーカーもアイテム自体は悪くないんですけども、全身で見た時にカジュアル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 ということで、全部のアイテムはカジュアルに触れすぎてしまっているんですね。このようなコーディネートはなかなか難しいので、これからですね、着替えてみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。よいしょ、着替えてみましたが、いかがでしょうか。だいぶですね、印象が変わったかなと思います。同じ半袖シャツなんですけども、サイズ感を比べてみると、まずはですね、先ほどはジャストサイズに近いような形だったと思うんですが、今回は身幅ですね、こちらはちょっとゆったりめになっていますし、あとは袖丈もですね、腕の関節よりも少しだけ長めになっているんですね。二の腕が見えないことで、大人の男性にとってはですね、まあ、清潔感があって、なおかつトレンド感のあるようなサイズ感になるので、まあ、このあたりのですね、ちょいゆる感が、まあ、とても使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、全体的にサイズ感は緩いんだけど、丈はそんなに長く取っていないというところが、今のですね、半袖シャツの一つのポイントになってくるかなと思います。襟型はレギュラーカラーで、このあたりも変わらないんですね。あとはディティールとしては、こちら両胸にポケットがついてたりするのも、最近は多くはなっているディティールなんですが、これは通常の左胸だけのポケットでも全く問題はありません。あとは色と柄ですよね。先ほどはチェック柄が入っていましたが、どうしてもですね、ごちゃごちゃした印象だとか、子供っぽ
ぽく見えがちなので、そうではなくて無地を選んだ方がいいと思います。ただ無地は無地でちょっとこう退屈に感じることもあったりするんですね。例えば白シャツとかって結構ビジネスの香りがしたりだとか、シンプルすぎて意外とですね、コーディネートが難しかったりするので、個人的におすすめなのは綺麗な色ですね。まずは僕が着てるようなこういったライトブルーみたいな色味がですね、清涼感があって夏にもですね、すごく合わせやすいかなと思います。まあ、最近はこのようなブルー系のシャツが非常に増えていまして、こちらはですね、去年グリーンレベルさんとコラボレーションで作ったシャツなんですが、今季もですね、ほぼ同じものが出ていますので、まあ、こういったものでもいいと思いますし、あとはシップスエニーのですね、こちらの半袖シャツなんかもすごくいいと思います。清涼感あふれるブルー系のシャツは、同性だけではなくて、女性からも印象が良かったりするので、まあ、ぜひ皆さんですね、半袖シャツを買うのであれば、まず最初に検討していただきたいなと思います。で、内側にはですね、白 T を入れて、ちょっとだけ覗かせてあげる。これがいいかなと思います。まあ、第一ボタンを開けたいだとか、一応こう、第二ボタンぐらいまで開けて、もうちょっとカジュアル感を出すのもいいかなと思うので、このあたりはお好みでバランスをとっていただきたいなと思います。で、ボトムスなんですが、先ほどはベージュのチノパンを合わせていましたよね。まあ、それはそれで、まあ、ベーシックでいいんですが、ちょっとこう、やぼったく見えがちなので、今回はライトブルーのシャツに対して、インディゴブルーの、まあ、いわゆるこう、デニムスラックスに近いようなものをですね、合わせています。これは僕のブランドで作っているものなんですけども、このような僕たち大人世代にとっては、すごくですね、安心感のあるデニムのですね、雰囲気を持ちながらも、センタープレスが入ってたりだとか、作りがスラックス調になっているものというのは、結構大人の男性には似合いやすいんですね。まあ、グローバルワークなんかでも展開してますので、そういった濃い色のデニムスラックスをですね、こういったブルーのシャツと合わせていただければ、グラデーション効果ですごくまとまりがいいんですね。まあ、ぜひですね、皆さんこういったパンツ、もちろんブラックのですね、スマートアンクルパンツだとか、アーバンスラックスだとか、このあたりでもハマりがいいので、まあ、お手持ちのもので合わせていただきたいなと思います。上半身は少し明るめにまとめて、ボトムスはギュッと色を引き締める。これがですね、ポイントになってくるかなと思います。で、足元はですね、いろんなものがあるんですね。よく出てくるような白のジャーマントレーナーだとか、オールスタークップのようなベーシックな白レザースニーカーも合いますし、あとは今僕が履いているようなグルカサンダルですね。まあ、トレンド感あふれるようなこういったサンダルでも合いますし、あとは定番のサンダルだとか、まあ、最近また旬になっているユニークだとか、そのあたりを合わせてもらってもいいのかなと思います。まずは半袖シャツの選び方ですね。サイズ感はちょっとゆったりめで、色はブルー。このあたりから選んでもらうとすごくですね、大人の男性にはハマりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、ということで着替えていましたが、いかがでしょうか。まあ、先ほどともだいぶ印象が変わったかなと思います。さっきはですね、ブルー系のレギュラーカラーの半袖シャツを着ていましたが、今度はですね、色をガラリと変えてオリーブの襟元はオープンカラーの半袖シャツを着ています。まあ、全然方向性が変わると思うんですね。先ほどのコーディネートは割と爽やかで、男性からも女性からも好印象のスタイルかなと思うんですが、このようなオリーブ系のシャツというのは、どちらかというと女性的というよりは、男性が見た時にちょっとこうおしゃれだなとか、こなえて見えるなと思ってもらえるようなカラーなので、個人的にはこちらも大好きなカラーなんですね。今僕が着てるのはグリーンレベルさんと今季コラボして作ったオープンカラーシャツなんですが、まあ、オリーブの中でも深めの色合いなので、やぼったく見えないのがすごく良いポイントかなと思います。このような半袖シャツですね、一番最初に着た半袖シャツと比べると、やはりサイズ感はですね、袖丈もちょっと長めですし、身幅はゆったりめだけども着丈はそんなに長くないというバランスですね。これが今トレンド感の漂う半袖シャツの一つの条件かなと思うんですね。まあ、ぜひ皆さんもこのサイズ感は覚えておいていただきたいなと思います。このオリーブのシャツの下には、先ほどと同様にですね、白の丸首の T シャツを着て、少し襟元から覗かせてあげるとバランスがいいかなと思います。オープンカラーシャツというのは、最初から襟元が開いているので、より開放的な印象になるんですね。レギュラーカラーはどちらかというとちょっと小綺麗な印象、オープンカラーシャツはカジュアルな印象というところで、まあ、両者を使い分けられるとすごくいいんじゃないのかなと思います。そしてこのようなオリーブという色自体は、まあ、失敗するとやぼったく見えるので、ボトムスはですね、白パンですね。今回はこれ、まあ、オフホワイトのボトムスを合わせています。オリーブのやぼったさと清潔感漂うホワイトというのは、もう間違いなく合う組み合わせなので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。もちろん僕が普段ご紹介しているようなブラック系のパンツでもバチッとはまります。オリーブ×ブラックもあるので、まあ、そういったスタイルもいいかなと思うんですが、まあ、今回はちょっと夏らしくですね、どこか明るさを出したかったので、ホワイト系のパンツを合わせてみました。まあ、その他先ほどご紹介したデニムスラックスみたいなものも合いますので、基本的に半袖のシャツは2枚ぐらい持っておくと
とすごく便利かなと思います。爽やかなブルー、もしくは少しクロート感が漂うようなオリーブだとか、もしくはベージュなんかもいいかなと思います。このあたりはユニクロだとかグローバルワークなんかでも展開してますので、まあお手頃な価格帯でいくつか枚数揃えておくとすごくバリエーションが出しやすいかなと思います。で、足元なんですが、今回はビルケンシュトックのですね、チューリヒというですね、サンダルを合わせています。白いパンツに対してどういった靴が合うのかとよくご質問をいただくんですが、白いパンツに対してちょっと難しいのが白いスニーカーとか同色系でまとめるというコーディネートなんですね。決して NG ではないんですけども、やや上級者向けのコーディネートなので、できればボトムスと靴の色はちょっとコントラストを高めにですね、ブラックだとかネイビー系のニューバランスなんかもあるので、まあそういった着こなしもいいと思います。あとは定番のですね、こういったニューバランスのグレー系のスニーカーみたいなものも非常に相性がいいかなと思います。まあ今回は夏っぽくしたかったので、あえてニューバランスではなくてサンダルを合わせていますが、ブラックですとかグレー系の靴で合わせていただくと白パンは相性がいいかなと思います。まあこのような形でブルー系のシャツなのか、ちょっとこう男っぽさが出るようなオリーブなのか、このあたりでバリエーション出していただくと半袖シャツはかなり似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では脱おじさん大人の半袖コーデ、これが正解というテーマでお届けさせていただきました。まあ半袖シャツというもの、まずは選び方が大事で、まあどんなにコーディネート頑張ってもそもそものアイテム選びで失敗するとなかなか挽回がしづらいので、なるべくですね、シンプルで使いやすいような無地系の半袖シャツですね。例えば爽やかに見えるブルー系だとか、あとはネイビーとかもいいと思いますし、少し変化球を出すのであればベージュだとかオリーブだとか、このあたりを揃えるのが正解ですね。あとはボトムスですね。僕の動画の中では定番となっているブラック系のパンツでパキッと引き締めるのもいいし、あとはホワイトだとかオフホワイト系の明るい色のボトムスと合わせて夏らしさを出すのもすごくいいのかなと思います。ぜひ今回の動画を参考にしながら、皆さんもお手持ちのですね、半袖シャツを使いながらですね、コーディネートも楽しんでいただきたいですし、まあ、もしまだですね、今のトレンド感にあるような半袖シャツ持っていなかったらですね、一応概要欄にいくつか例でですね、半袖シャツリンクを載せておきますので、そちらの方から確認をしていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかお伝えできないようなちょっとですね、中級者向けの内容に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで、通常よりも少しですね、中級者向けの内容を週3本ですね、オリジナル動画でアップしています。またそれに加えて1本ですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問にしっかりとお答えしながらですね、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ゆっくりと動画を見れない方のためにオンラインサロンもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕の方では毎日更新をしています。また僕以外のですね、スタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっていたりだとか、あとは参加者の皆さんも記事を書くことができるので、結構様々なコンテンツを楽しんでいただけるかなと思います。こちらも動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。